うわ迷うね。いやちょっと迷う。そこか。これどうですか。1枚、うん、うちのマネージャーに選ばせるとどうですか。マネージャーにもプレゼントしてもらう。あ、いいよ、うん、これも一緒にプレゼント。そう、もうセットじゃないと意味がない。くれちゃった人をちょっとだけ恨んでるの。これに出会っちゃったことを聞いてちゃうから。次行って次。文字で文字で書いてある。そっか、じゃあ選んでくださいよ。じゃあどうしようか。まだ見てないのあるよ。そうですね、はい、うわー、これからでも出会うと思うとすごい楽しみ。あ、ちょっとここも行っちゃうか。チカサワレースっていうハンカチがあって、もうそれに出したらもう何チカサワレース、もうね、それね、うわ、ちょっとね、困ったことにプレゼントされちゃったもん。だって、え、これフェイラーじゃないですか。ないの、チカサワレースっていう。こっからこれ違うの。ちょっとで、チカサワレース一貫ないって決めてたのにもらっちゃったら、うん、だからこれもうくれちゃった人をちょっとだけ恨んでるの。これに出会っちゃったことで、ちょっとフェイラーより安くてね、1400円とかなんですよ、1枚。だからここに手出したら終わりだよって自分に言ったの。もらったので終わらせよって言ったんだけど、うん、いやいや、1400円だよと。キティちゃん、キティちゃん、キティちゃん、うわー、ね、やばいでしょ。え、キティちゃんってどこがキティちゃんなんですか。え、ちょっと男子、ちょっと男子、ほら、キティちゃんじゃん、全部ほら、周りがキティちゃん。あ、なるほど、ほらで、これ雨のちって、ちょっと待って、あ、待って、勉強にしてこい、ほら、キティちゃん。次待ってる、次。次解くの待ってる、もう。いい、キティちゃん。はい、キティちゃんが次行って、次。文字で、文字で書いてある。文字で書いてるんですか。ここよく見ると、あ、もう下待ってる。本当だ。すごい、ほら。宇宙。宇宙。ね、おかしいって。宇宙ですよ。文字もいけるのいいですね。スペース。本当だ、文字書いてる。はい、ちょっと。もうやばいんですよ、だからこれね。うん、行っちゃダメって言ったのに、そんで買い出したらもう、いやちょっとレース1枚貸してもらっていいですか。ちょっとブレる、レースはあげられないの、ない、足せるから。ちょっと待って、どうしよう、楽しい。書いてあるシリーズあります、日本語。あのね、枝豆、あ、これ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 何、とりあえず枝豆って書いてない、確か。レースで言うことじゃないんだよ、とりあえず枝豆って。まずはだ、ひらがなでまずは、で下に英語で枝豆で、枝豆があんだ、ここに。そうです。渋すぎでしょこれ、遊びすぎでしょ、だからこのレースで言うことじゃないよ。どうしよう、これか、うわー、これかな。なんかメッセージ性はこの雨のチャレがすごい好きなんですよ。でも色味的にはわかりますっていうことは、色味的にはこれたまらん、たまらん、たまらん、たまらんよ。決めました、私、あの近沢レースから雨のち晴れチョイスしました。はい、ありがとうございます。あと1になっちゃったじゃん。ちょっと待って、ちょっと待って、 1?、うん、1、あ、そうかそうか、あ、この色味合ってる。あ、ねね、あ、なんか素敵、この色味合った、ありがとうございます。お、お、お、おったまぎ、ここら辺は旅行関係です、これ。あ、旅行、飛行機とか、ね、うん、あのパリとかですか。え、何これ、これはイギリスです。え、あ、国もあるんですね。国中、あの日本とかも全部出てます、これイギリス。本場ドイツなんですね。本場ドイツだと思うんですよね。 うちの父さんアナイジージなんですけど、はい、ジージね、アナイジージがドイツに行くから何かいるかって言うから、フェーラー買ってきてって言ったら50枚買ってきて、でも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 ですよ、だからこういう娘が生まれるわけよ。バブルのバトンが、それはバブッちゃんじゃなくて、あれです、渡る渡る、あの昔の花柄のが1枚1200、300円とかで買えたから、それで優子が欲しがるってことは、これみんな お土産に喜ぶなと。なるほど、それであの会社の人に配ったりとか、お母さんに選んでとかで、ね、最後もうあと3段になりましたよ、はい、あと1個、これ1枚、うちのマネージャーに選ばせるってどうですか、うん、マネージャーにもプレゼントしたいなと。あ、いいよ、うん、1枚と5枚でいい。今 20代ね、20代の女子が何を選ぶかをちょっと、うんうん、それいい、それいい、いいですか、うんうん、私からの5倍の1枚あげていいですか、うん、そんなこと言わないで、いい、バブリーに住んでるアナイさんでしょ。そうか、5プラス1ですよ、5プラス1です、もちろん。とにかく私に5枚を持たせたいのね、うん、5枚あげたい、何を選ぶか見たいし、 ね、なんか使ってくれてると思うとめっちゃ嬉しい、テレビに出てる時も嬉しい。
これから見る。すごいフェイラー妄想すごいね、うん、描きすぎだよねフェイラーで。すっごい気になる。誰、何選ぶのね。二十歳の若い女性はどれを選ぶのか。二十歳じゃない、はいはい、20代か、うん、なんで二十歳でする人。あ、もう決まってる。二十歳でいこうとした。27ね、9です。もうギリギリ。お、ギリギリ。20代の20代フェイラーね。もしかしてあれだね、これはダメ言うから。あ、フェイラー、フェイラーま、フェイラーのままくぐって左の手は抽選で当たったやつなんでダメです。はい、それです。そっち見せてください。じゃあこのいちごちゃん、いちごちゃん確かに可愛いね。そしてちょっとここ毛羽立ってるんですけど、これ切ればいいから、これも一緒にくれて。そう、もうセットじゃないと意味がない。そんなこといいんですよ。いいです、いいです。結構可愛いです。すいません、マネージャーさんにまでいただきました。これ何シリーズですか、この子。これはね、なんかちょっと何シリーズとかわかんないんだけど、うん、なんか娘と私って感じで、うんうんうん、この前娘とね、あの食事に行く時持ってたら、ふーんって言われた。かなり流された。でもこれは可愛いって言われた。友達と友達は、あ、友達と友達可愛いですね、うん、それはいいかもって言ってた。そういうシリーズも、うわ、赤で締めたんだ。赤で締めた。あ、似てますね、ちょっと。これ同じシリーズ。はい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 、そのテントウムシが。私結構このシリーズ好きで、初め迷ったんですよ、自分で買うときこれいいなって。そしたらもうこれでゴム。ダメダメダメ、1個でいいの。あ、そこは2個いかないんだ。いやえ、こっちのいいポイント、譲れないポイントなんですか。あの、ボーダー。ボーダー ね、うん、ボーダーね、私もボーダー大好き。かわいいっすよね。かわいいっすよ。これの売りはね、こうやって畳んだ時にどこから見ても違うハンカチになって、どう畳んでもやだ、こう来たり、うわ、こう来たりとか、こう来たりで、これにしていいですか。チェンジで、チェンジ入りました。ここにしてチェンジ入りました。 OK。 もしかしたらこれになるかも。なんか増えた。全部ベンツ。ベンツフェイラーです。ベンツの店舗でしか買ってないから、いつも予約しときます。やだー、欲しい。これ最新、超かっこいい。ちゃんと入ってんのいいっすね。乗り物で、うわ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 。これもちょっと、これもかなりいってますね。ごめんなさい、こっちはもうなしになりました。ああ、で、お、ベンツよかった、見せて。ベンツ各店舗何枚とかしか、で抽選で、抽選で、うん、この店舗は5枚来るとか。でも2個セットで残るからあげられる。セットであるの。だ、2枚も来た。あ、いいですか、この色味で。はい、どうぞ。いいですか、決まった。ベンツ決まりました。じゃあ決まったんじゃない。かわいい、決まった。じゃあ発表しますね。はい、ぶっ飛び。まずこちらです。はい、パウリ。これまさかのちょっと途中でチェンジになりましたけど、ね、チェンジになった。このやっぱりいいよね。しかも4枚持ってるかのように、うん、確かにこう4カウントできるような、うん、しれっと、うん、なんで可愛い。でこのプチ赤なのがすごく可愛い。黄色と赤可愛いですよ ね。はい、そしてこれ、これね、やっぱりバブリーで、これバブリーですよ。これね、なんとかさん調べれば出てくるけど、その人のコラボ。あ、そうなんだ。可愛い、この赤いネイルにピースしてるのもすごく可愛いし、で、あえてこれは締めないんですよ、やっぱり赤とか黒が。これは締めなくていい、うん、これはもう中がこの主役の締めなくていい。締める。これはフェイラーではなくて、これは近沢レース。近沢レース。もうこっち手出したらもうほん本当に終わるけどね。だから1枚でやめた方がいいですよ、うん、そうします。雨のち晴れ、うん、って書いてある。こちらか、ベンツね。ベンツで、ベンツ、うん、そうね、そうね。なんかちょっと娘のちょっとこう赤ちゃんっぽいのもいいなと思ったのに、このまたベンツでまたキュッとキュッと乗り物、乗り物で、すごくいいです、世界観が。財布なんだろうね、いろんな、 なんか用途に使えそうな素敵な。ここティッシュ入れて、で、まあまあまあ、リップ入れたりとか、すごく嬉しい。あの、でも探してたんですよ、こういう。本当、用、この用途、はい、私も大好きすぎるんだけど用途が見つからなくて。ありがとうございます。よかった。はい、それでうちの、 あのマネージャーが、29歳のマネージャーが、はい、選んだのも一応と。ちなみにね、私のマネージャーはレモンドットが大好き。あ、ね、あ、そうですか。マネージャーさん選びがちなのかしら。あ、本当だ、ドット好き、ね、ドットと果物面白いですね、こんなにあって人それぞれ違うんだもん。人それぞれ違うから、うんうん、私じゃあ最後1個だけいいですか。お願いします。はい、締めましょう。今出
ヘクターさん映してもらってる伊藤くんが一番良かったのあります伊藤くんの聞きたい伊藤くん何が良かったですかそれで締めよう、まあ、ちょっとね男の子だから、うん、あれですけど結構早めに決まってた僕早めに決まってましたこれだっていうはいうわ調子いいテーブルに広げた段階で、うん、あの村さんも実はいいって言ったやつだったなんだろうあ日焼けした子じゃない違います誰日焼けした子って誰日焼けした子って誰結局水着の女なんじゃないの違います結局は違う違う、はい、違う何違います村さん何回かあこれいいって言ってました、うん、余白があってわかったよこれあこれこれそれですうわー見る目ある筋あるよさすがノラのそうだからノラさんがめっちゃいいって言った時に穴井さんの反応が薄くてあやべえって思いましたでもこれ基本あのフェーラーの基本に入る結構上位に私いい筋してやっぱり男の子はこのくらいやっぱ余白持ってほしいわなんかガシャってなって選ばれるよ このぐらいの余白とあ男は余白を持ってほしいわからなんかバランスがいいねあーなるほど面白いねなんか人の視力面白いですね、はいなんかね、最高に楽しかったですありがとうございますこちらこそですよ来てもらって何度さこうやったか2人でこうやってねこう後ろからこうやっていや楽しかったですありがとうございました本当に本当こういうお姉ちゃん欲しかったな私初め見て私こういうお姉ちゃん欲しかったんだと思ってなんか優しいお友達になってくださいお願いしますあ嬉しい、ね、なんかまた見てやりましょう、うん、なんかやりましょうまたなんかお願いしますお願いします、はい、本当ありがとうございましたありがとうございました。